やっぱりファンの力っていうのは強いですかね。ファンの方がいて初めて成り立つプロ野球なんで、はい。そういう意味では友達じゃないですけど、はい。ファンと一緒になってこうやらないとうまくいかないんですよ。よタイガースファンっね。て最初はね、やっぱヤジを飛ばしてくる人が多いんですよ。はい。徐いい々やにつで徐す々にから。成績が出たりね。で、まあ、例えばヒーローインタビューでファンの人と一緒にこう喜んだりね、はい。ちょっと持ち上げたり、はいろんなことができだすとファンが認めてくれるんですよ。そうすると、まあ、一緒になってプレーできるというのがあるので、こうなったらもう締めたもんです。あ。ああ、そう。愛らしい味みたいなのもすごいあるじゃないですか。すごくこう愛情を持って選手によくやったとかね、はい。次行けよとかいうような声の方が多いです、今は。阪神ファンの方って他球団に元行った選手が移籍したとしてもすごいあったかいようなイメージがあるんですよ。まあ一つはね、やっぱりずっと虐げられてるじゃないですか。そうなんあでんすまか。り優勝しないしね、巨人のように優勝しないし、めったにしないのに、でまあ、たまにすると。で、そのダメだった時の仲間が、選手がね、移籍しても、まあ、同志としてね、一緒にやってやろうみたいな感じになってくれるんですよね。ああ、そうだからでそこすがよいいとこですね。よね。最も打ちやすかった投手とかいましたか？打ちやすい投手はいない。いないそれはですピッチか？ャーですもそうですん。よね。やっぱりみんな打ちにくい。あ、最もこう苦手だったってピッチャーはいますか？苦手、はい。まあ、たくさんいるけどね、はい。苦手というか、くそーと一番思うピッチャーは、斎藤明夫さんだね、太陽ホエールズ太陽の。ホエールズの、はい。あのボールですよ、あのボールって叱られるけど、めちゃくちゃ遅いんですよ、打てそうなんですよ、はい。それで打てないんですよ、すほんでちごょっいとで笑すってるね。んですよ。笑ってま見たすときに、ね。顔見たときに、前の席とか三振したりすると、ニヤッとするんですああ、よ。そうなんですね。腹立つんですよ。斎藤さんってそういうのがちらっと見えるので、はい。で、あのボールでしょ？はい。カーブもめっちゃ緩かったりするんはで、打てそうなんですよ。打てないんですよ。い。で、腹立つんですよ。で、笑ってるんですよ。ほんま、負のスパイラルですね。ああ、そうなんですね。今、現役の選手で、まあ、いろんなところで多分聞かれてると思うんですけども、佐藤輝明選手、ルーキーの、はい、ルーキーのオープン戦初打席、初本塁打、タイガースでは1987年、八木さん以来34年ぶりということで。過程が違うよ、タイガースの第一打席立つ過程が。はい。まあ、佐藤の場合ははい。もうレギュラー、オープン戦からもうレギュラーで3番とか6番とか出てて、1打席目ボーンホームラン打ったわけでしょ。私は忘れもしない高知市営球場でね、小雪の舞うこのチラチラチラとこう小雪がまだ待ってたん回っでてすた、ね。回ってた、小雪回ってて、みんな寒いな言ってて、レギュラークラスはもうこれ怪我しちゃいけないということで、我々ベンチに控えてるやつ、我々は出ていくわけですよ、途中からいつもより早めに。で、早めに出ていって、まあ、わけわからない間に1打席目回ってきたから、まあまあ思い切って打ったらホームランになったという、もう過程が違そうう、いう過程佐があ藤った選手んとで過す程がね。違う。どうですか、佐藤選手、今年どれくらい活躍すると思いますか？まあ評価としてはどんどん上がってるね。はい。まさかオープン戦でこんなに打つと思ってなかったすからごね。い打ってますよね、本当に。いや、びっくりするぐらい打ってるよ、確かに。はい。こうなるとね、見てる方はすごい打つんじゃないかと。はい。はい。ルーキーで30本とか、下手したら40本打つんじゃないちょっかといと、うペースでしょ、今。そうです、期待そしちのゃいペーまスです。打ってるんで、はい。期待しますよね。はい。期待しましょ 期待しますう。か？期待しましょうよ。分からんもん、ああ、こればそうっかなんりですは。か。やっぱ分からない。打つかもしれん、そう40ですよ本、ね。40ルー本、キーが。ルーキーで、ホームだっランて、を。オープン戦でこんなに打ってんだよ。そうですよね。清原選手の記録は超えると思いますか？まあ、ルーキーの最多本塁打が清原で、はい。31本かな、はい。31本。で、今、私、40本いくかもしれんって言いましたよね、はい。まあまあ、清原の場合、高卒から入って、これもすごい数字なんですけども、大学出身なんでね、だから佐藤の場合、まあ、4つ年上じゃないですか、清原のルーキーの時よりも。だから、31本は普通にやればクリアしますよ。
だから40本打つかもしれないぐらいの今の勢いですから、はい、佐藤の場合は絶対それはありますね、はい、新人の本塁打記録はもう間違いない間違いない間違いない超えてくるってことです、ね、うん、下手したら40本打つかもしれない。八木さんお墨付きです、うん、逆方向に打てるということはまず甲子園球場でやるっていうのは大事ですからね、はい、なんでか知ってます？甲子園には浜風という風がもう春からもう夏終わる頃まで、はい、大体まあ晴れてたり天気がいいと浜風が吹きます、はい、ライト方向からレフト方向にずっと強い風が吹くんです、はい、これはまあ浜風というだけあってちょっと重たい湿気た風なので、はい、レフト方向には打球は飛ぶんですけどライト方向には一切飛ばないんです、はい、そうなんですね。そうなんです。だから佐藤選手が引っ張っても、はい、甲子園球場だったら本当にしっかり打たないと入らない。でも逆方向に打てる、はい、これはまあ往年の掛布さんであり、はい、バースでありこの辺りがあっちへ打つ技術を持ってたので、はい、それで量産していったわけですね、はい、もうルーキーの佐藤がもうこれはできるという相当もう期待値が高いですね、うん、なおかつまあインコース弱いんじゃないかと言われてね、はい、全然ライト方向に打ってなかったのにここ2試合2本ライト方向に2本打ちましたからうわそれもボール3からボール3からねホームラン打つってね簡単なことじゃないんですよ。いろんなことが起きるので、はい、頭の中精神的なものがなかなか打てないんですよ、はい、まあ、打ってもミスしてボンダとかフライとかなったりするんですけど、はい、ホームラン打てませんよボール3から。すごいですね。だからこの今のオープン戦の成績だけ見てると、はい、40本打っても何ら不思議はない。じゃあもう、うん、今年阪神タイガース優勝を期待しちゃってもいいかなっていう。何を言ってるんですか。何を言ってるんですか。今年はもう大チャンスです。大チャンスですよね。大チャンスですよ。ズバリ今シーズン阪神は何位ですか。ズバリもう優勝ですよ。優勝。優勝です。阪神が優勝しかないです。今年はもう、はい、大チャンス。大チャンス。大チャンス。戦力的に見ても、はい、もうジャイアンツとほぼ互角。はい、これ多分新外国人選手まだ来てませんね、まだ2人、はい。この2人がそこそこの実力なら、はい、巨人より上ですよ。間違いなく。そうですよね。間違いなく上です。だ去年も2位です、ね。2位ですね。はい、でも今年もういけるんじゃないかと。大チャンス。というかもう優勝しなきゃいけないような戦力です。はい。はい、うん、いや、面白いと思いますよ、はい。はい。ちょっとセリーグも期待したいなっていうふうに思います。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。